役目を果たす。俺に任せとけ。高松城は辺り一帯沼地みたいだ。正面突破は難しいだろうな。では俺をあの高台で策を練るため、まずは地形を把握します。主と顔正面のためにどちらも守り抜く。この高松城、何人たりとも奪わせはせぬ。よし、取ったぞ神戸。ここに本陣を置くから、お前は策を練ってくれ。見通せました。こたびは水系が適当かし、近隣の河川を氾濫させ城を沈めましょう。敵を城から引きずり出そうってわけだな。よっしゃ、準備を進めるか。高台を奪い、行け皆の者、必ずやあの地を奪い返せ。開門。どうしたよ。織田の奴ら、妙な動きをしておる。行け、奴らの企みを阻止せよ。開門。ハメ、オイラは勝つ。水系をなすには城の周囲に堤防を築き、せき止めた河川の水を注ぐ必要があります。手間はかかりますが、こたびはこれが上策かと。策をなすためには河川のせき止めが肝要が、こうも敵が多くては進軍もままならない。受けてみなさい。堤防を作んなきゃだってのに。これで終わり。楽になりなさい。悔しいな、ここまでか。素晴らしい立ち回りです。この辺りが適している。逃がさないで。では河川のせき止めに着手しろ。貴様ら、何をしている。勝手な真似は許さんぞ。どうしたよ。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。敵の妨害も俺の前では無意味だ。準備ももう間もなく完了するな。こちらの準備は完了だ。合図が出次第
即座に河川をせき止める。ここいらの敵はあらかた片付いたな。先へ進むぞ。開門。織田の奴ら、何をこそこそと。到底捨ておけぬわ。皆、出るぞ。織田の隙に動かれてたまるか。兵を集め吸収してやろう。マイナス鉄砲隊、織田の手勢を仕留めよ。何人たりとも高松城に近づけはせぬぞ。受けてみなさい。鉄砲隊とは厄介な。城に近づくにはやはり正攻法では難しいようだ。これ式のやつら、オイラの敵じゃねえ。さて、堤防の様子はどうかな。よっしゃ、堤防完成だ。あとは官兵衛のせき止めがうまくいけば。水系の準備、万事完了だ。水流に飲まれないよう、皆を交代させねば。織田が交代を始めたぞ。者ども、一斉に攻め立てよ。さっさと下がらねえとって時に面倒だな。急いで倒しちまうぞ。よし、みんな交代したな。そりゃ水攻め決行だ。よっしゃ、水攻めは大成功だ。でかした勘弁。これは計算通りことを運んだにすぎません。勝利をつかむまでどうか油断なきを。な、高松城が水没しただって。みな急ぎ友軍の援護に当たれ。勝利条件変更。ここに来て毛利の増援か。想定より多いが切り抜けるほかねえ。川が氾濫した。城まで入ってくる。逃げろ。この水はまさか織田の仕業か。高松城は捨てるほかあるまい。マイナス。氾濫により浅瀬になった箇所がありますね。おそらく敵の増援が通るでしょう。ご注意。官兵衛様、怪しい奴を捕らえました。このような密書を所持しているのです。これは密書、一体どのような。急ぎ秀吉様にお伝えせねば。だいぶ毛利を打ち払えたな。
勢いが弱まるといいが。官兵衛様より伝令です。急ぎこちらの書簡をお目通しください。信長様が光秀。くそ、なんだってこんな。いや落ち着け。話すべきことは急いでここを片付けて京に戻ることだ。敗北条件変更。終わるわけないだろう。門を開け。さあ激しく攻め立てろ。開門。この砦をぶんどるつもりだ。俺たちも舐められたもんだな。このままでは終われぬ。四軍と共に織田を殲滅してくれるわ。織田の後輩をついてやろう。者ども行くぞ。これで終わり。砦の制圧は完了だ。ここから早急に敵本陣を叩く。兄上たちの子孫にはさすがに想定外だ。奴らの勢いをそがねばならないのに。受けてみなさい。突出か。無策もいいところだな。力受けてみなさい。これで終わり。勝ちを譲るしかないか。けど妙だ、奴らどこか焦っていたような。よっしゃ勝った。これで京に戻れる。と、その前に毛利と話をつけとかねえとな。Woo!